松尾チャンネルはい、皆さん、こんにちは、松尾チャンネル。今日、百六十回目、お届け申し上げます。七月の一日、水曜日、えー、いつものように水曜日ですね。えー、っともう、あの周りの状態というか、季節は、まあ、梅雨ということなんですけどね。梅雨空が続く中で、えー、まあ、株式相場はやはりね。若干、もう梅雨ですからね。調整含みの動きというところで。 まあ推移している状態ですね、まあ、ですからあの、まあ、投資家の期待はあってもやはりあの現実問題ね売りが結構出てきたりしてそれから買いが若干手控えられるようなね、まあ、そういう流れの中で日経平均は今日は2万21 2121円というところで166円ほど安いと。 いうところですねしかもですね、まあ、より午前中まだね比較的あのいい動きをしてた、まあ、昨日ニューヨークダウが高かったとか、まあ、続伸したとかね、まあ、そんなこともありましたけどもところが引けにかけて安いということでねちょっとこう梅雨空みたいなね相場展開になってきたなとで特にあの日経平均というよりもトピックスですねトピックス1538ポイントで今日終わってるわけですね。前日比20ポイント安いと まあほぼね6月15日に一回安値つけたんですけどねその時の安値が1530ポイントですから、まあ、その水準に接近するような動きで、えー、今日終わってるということですね。まああの「松尾チャンネル」はね皆さんに相場の話全体の話もしたいしさらにねこういった流れの中で個別銘柄どうなんだっていう話もねしていきたいんですね。 まああの皆さんとしてはあお持ちの銘柄がその相場がちょっと調整してねなんかぐじゅぐじゅしてるなという中で、まあ、どんな動きしてるかというところなんですけどねやはりあのいい時いい局面がかなりあったわけですけどね、えー、過剰流動性相場的なね、えー、ちょっと雰囲気の時もあったんですけども、まあ、実際のところはね、えー、そういうあのキャッチに踊らされずにね 冷静に個別銘柄の動きを見ていいいるととううう方が多んんだろうと思うんでえね一気にね株価が上がらずに今むしろ調整の中に入ってきている銘柄、まあ、そういった銘柄をやはりね真剣になって研究していただいてその中で個別銘柄ね投資チャンスをね伺っていただくという機会がやってきてるかなというところですね。 まあ全体相場がちょっと弱いんでどこまでちょっとまた調整が入るかっていうね不安感もあるわけですけども個別もやはり同じような動きがあるんですね。ただしその中で個別に見ますとねこのところでいきますとこの6月後半のところはですね 24日から始まった IPO、ねまあ、IP が非常に活発に出てきまして24日の3銘柄からです、ね、6月30日まで6銘柄が出てきたということで皆さんもそういった短期の思、ね、考の投資家の皆さん多いんで、まあ、その IPO 銘柄っていうのは受給でね動きますんで受給がいい IPO 銘柄を寄りつきなり安いところを買って、まあ、利幅を狙うとかね率を狙うとか。 まあそういった動きが活発に見られたというところですねただし、まあ、やはりねお祭りのような IPO のお祭りみたいな動きがあって実際のところはですねその後調整ということですね6月の24日できますと三銘柄コパコーポレーション7689マザーズですね、まあ、これが発値が4530円というところだったわけですね。 これあの公開価格の倍ですよ、ね、まあそれに対して今日あたりも、まあ、かなり調整の動きが入ってきまして3795円安値3775円ということでね、まあ、この辺あのちょっとこう適夜的なビジネスっていいますかね、えー、実演販売を利用した商品卸売業ということでまああのユニークなことはユニークな企業だろうと思うんですけどもねやはりあのこの行き過ぎた 動きというのは是正されるということでですね。まあ少しね調整の中に入ってきたなというところです。ただねあのまた大きく押したらまたこのリバウンドするっていうね局面が必ず出てくると思うんですねどっかでね。まあそんなことをこう注目しながら取り組んでいただくということだろうと思うんですね。同じようにロコガイド四四九七マザーズこれもね初値がえとですね四千六百円。 えー、公開価格の2.3倍で寄りついたわけですね同じようなコパと同じような動きなんですけどもねただ早めに寄りついた後高値がですね6290円というね高値をあっという間につけましたとこれは36%ぐらい上なんですけども、まあ、この後またね調整の動きに入っているという状態ですねまあ今日あたり5600円というところですね、えー、この辺はあの情報マッチングサイトということで、まあ、IT 系でありその今のコロナ 関連でいきますとどちらかというとメリットを受けやすいユーザークライアントはスーパーだとかねドラッグストアホームセンターそういったところなんでね特売というねサイトを運営しているという会社ですね、まあ、ですからまたあの調整入った後またどっかでまたリバウンドする、まあ、そんなね流れの展開が期待できるかと思うんですね。えーまあ、あ,のあとはフューチャーですね4052のフューチャー これもね異常な株価を演じましてですね、公開価格五百二十円だったのに公開発値なんと四千七百十円、九倍ですよね。どうやってその公開価格決めたんだよって言われそうなね発値形成ですね。まあですからかなり人気を集めたということだけは事実として言えるわけですね。ただあの中身見ましてもね、そのじゃあ利益すごい出てるのかと、まあ時価総額がまた二百億とかねそういうレベルになって ととととしててなっいいいるということで言いますとね、えー、きっとね何十億10億とかね計上利益出てるかなというふうに思うわけですけども、まあ、現状は1億も出てないと計上利益がね、まあ、PR でいきますととねね何十倍にもななってるといるう状態なんです、ね、ですすから、まあ、これは、ね、あの自動運転絡みの研究開発型の企業ということでそれなりに中身はねやってるお仕事は面白いだけどなかなか異常にね人気が高まっているということで一般の投資家の方は ああ手が出しにくいという状況ですね。この後コマースワン二十六日四四九六が出てきました。それから六五九九のエブランこれが二十九日に出てきまして、まあ昨日グッドパッチ三十日は出てきたわけですね。やはりねあのいずれもあの初値、ね、すごく人気を集めたんですけども、まあその後調整の動きということで。 皆さんあのそれぞれねあの注目をされていると思うんですけども行き過ぎたちょっとこう流れの中でやはりね調整が入ってきているとまあこれは全体相場もややねマザーズ指数なんかも調整含みにありますんでねまあ致し方ないところだと思うんですけどねまあそんなあのちょっとこう人気を集めた IP o 銘柄も少し調整という流れが見られるわけですね。 えー、そんな流れの中で,です、ね、個別、まあ、さらに、ね、既存の銘柄で見ますとね今日あたり驚いたことに日相プロニティ三、ねえー、3440引けにかけて、まあ、株価が上がりまして全部、ねまあ、少し、ね、緩んでたんですけどね625円という安値までついたなと思って見てたらまた650円台に戻るということでね660円台とかね、まあ、そんな動きをしている中で引けにかけてです、ね、一気に699円までね。ね 円なんですけどね。まああのなんで上がったんだって言ってもね、まあ、あんまり確たる材料どんなことで上がったんだっていうのは言いづらいんですけどもね、まあ、ちなみにあの掲示板に書かれていること、まあ、皆さんもあの時々銘柄 でではですね掲示板なんかもご覧になって「そんなことやってんのこんな面白いネタがあるの」とかね、えー、チェックされたりすると思うんですけど今日あたり日ソプロニティは、まあ、NTT がまあ電力の再生事業この辺に進出するということでこの事業展開の中で日ソ、えー、プロの画題がね使われるという期待感がまあ株価に反映されたと。 いうところだろうと思うんですね。まあだけどこんな話はですね、まあ会社側がリリースしているわけでも何でもなくてですね、掲示板で流されるということ自体はちょっとね、私としてはあ何だろうというふうに感じるわけですね。かなり内部通の方が掲示板に書かれてるのかもしれませんね。ですからまああのかなり勢いよくか動いたりするわけです。まあ若干あの株価的には出遅れてましたんで、まあこのぐらいの株価。 あの別に変に高いねというわけでもないく、まあむしろね、えー、今まで出遅れてきたというところがねバックグラウンドとしてあるんじゃないかなと思うんですね。一方で今日残念ながらですね、えー、まあ売られちゃった銘柄ということなんですけども、リンクバルですね、六ゼロ四六のリンクバル。 今日はですね、まあ、寄り付きのところはまだ三百円前後で、どっち行くのかなという雰囲気だったんですけどね。今日あたり、反転するのかなというふうに見てたんですけども、残念ながらですね。今日はその一気にですね。二百八十円台までね。株価としては突っ込んでまいりましたね。二百八十三円余。円のところですね。この辺のところまで来て、まあ、引けでもう少し戻るかなと思ってたんですけどもね。まあ、引け二百八十四円ですから、まだね。 売りがまあやはり指季報なんか見ますと「急落」というタイトルで出てきて業績面どうなのかっていうね、まあ、その辺のちょっとこう不安感が出てきているのかもしれませんけども、まあ、340円台までこの間上がった後の調整ということがちょっと続いています。 でも、ね、もうそろそろ280円台っていうのはね、えー、格好の投資チャンスなんじゃないかなという、まあ、チャートとかねちょっと見ると崩れたような形になってきてますんで不安感は出てくるわけですけども、まあ、かなり活発に商いも出てきて、まあ出来高らもっとね増えてくればまたね見直されるということだろうと思うんですけどね、まあ、こういうあの調整を見せている銘柄も出てきております。まあまあ、そんんんななこととでで、ねえー、個別の銘柄ごとにいろんな動きがありますんでね えーまあ、全体の動きと個別の銘柄の動き、まあ、それぞれご覧いただきながら株式相場を楽しんでいただくと、まあ、コロナはまだまだ、ね、東京とか中心に、ね、えー、関東中心にまだまだ、ね、感染者出てます、ぜひ、ね、皆さんも感染、気をつけていただいて、引き続き、ね、株式投資、楽しんでいただければと思います。本日は以上ですありがとうございました